財産を購入して毎日お金を稼ぎましょう。はい、こんにちは、ハッチンのです。今回はスウェルディートというね、自動的にお金を稼ぐということで、まあウェブアプリマイニングサイトですね、こちらを検証していきたいと思いますけれども、はいね、あなたの財産を購入して毎日お金を稼ぎましょうということで、まあこの家を購入して、でこの家購入した家が、まあ、毎日毎日チャリンチャリンお金を生んでくれるという、まあ、立て付けストーリーですね。はい。で、大手の、ね、出金取扱いサイトと提携してますということで、まあ私はね、フォーセットペイを使ってるので、フォーセットペイを推奨しますけれども、まあね、多分他の日本だとあんまりね、他のやつは有名じゃないと思うので、フォーセットペイ一つあれば、はい、大丈夫だと思います。で、0.02 ドルからの即時出金ということなので、はい。ね、で、まあ、引き出しこんなにやってますよっていうのと、ね、知らなかったんですけども、1年以上ね、続いてるサイトになりますので、はい、ね。うん。まあ、1年続いてれば大丈夫なんじゃないかと思いますね。で、フォーセットペイとかと、はい、提携してますよということで、前回ね、紹介したこのクリーミーゲームと、あとアイドルバンクと、まあ似たような感じの、はい、アプリになりますので、基本的にはね、まあもともと500コインデフォルトでもらえていて、それでまずは機械とか家を買って、で、それを毎日こうワンタップして運用していくと、まあ毎日チャリンチャリンとコインが増えていくと、まあそういう類のゲームになりますと。はい。それではね、早速登録方法から解説していきたいと思いますけれども、いつものようにね、 QR コード読んでみてください。 QR コード読めない方は動画の概要欄の方にも URL 貼っておきますので、そちらからアクセスしてください。はい、そうしましたらね、こういう画面になります。自動的にお金を稼ぐということで、真ん中に登録もしくはレジスターってボタンありますので、そちらをタップしてください。はい、そうしましたらね、ユーザー名何でもいいです。あと電子メールアドレスとパスワードを2回入れてください。で、ロボットでないことの確認をしたら登録と押してください。はい、そうしましたらね、こんな画面になって、こうね、ポップアップがね、出てると思います。プロパティルームね、プロパティを持ってませんということで、まずは家を購入してくださいということですね。で、このポップアップ出てなければね、このメニューからプロパティルームというところを、はい、押してください。はい、そうしましたらこの画面になりますので、ちょっとね、こう広告が結構あるので、下の方にスクロールしていただくとね、まずキャビンとコンドミニアムと、こう家がね、どん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 こう下に行くにつれて大きな金額の家になっていくんですけれども、まあ最初はキャビンしか買えないと思うので、はい、キャビンをこの購入というボタンですね、押してください。はい。ちょっとね、なんか開業がね、うまく処理されてないのか、こう縦長にポップアップが出るので、ちょっと見にくいんですけども、はい、ここに分かったってあるので、分かった押してくださいと。はい。そうしましたらね、購入できて、はい。購入できるとね、ここがアップグレードと、先ほどはね、黄色で購入ってなってたんですけど、購入完了するとアップグレードと、ね、なりますので、はい。あとはね、随時アップデートしていくか、お金貯まったら、まあ、コンドミニアムとか、大きい家を買うと、1分あたり、1時間あたりの、コインを稼ぐ量が増えていくので、まあ、基本的には、コインを稼いで、で、稼いだ、コインでまた次の大きなコインを稼ぐと、まあそういうゲームなのかなと思います。はい。でですね、メール確認が必要ですということで、ね、そのやり方も解説していきますけれども、まずこちらですね、メニューボタンを押していただいて、で、ここに設定ってありますので、設定を押しますと、はい。で、こういう画面になりますので、ちょっとね、下の方にスクロールしていただければと思うんですけれども、ここにですね、メール確認するみたいなボタンがあるので、私ね、もう押しちゃったので、スクリーンショット撮るの忘れたんですけど、はい、メール確認するみたいなボタンがあれば、それを押してください。そうしましたらね、メールを送りましたよっていうポップアップが出るので、分かったと押していただいて、で、メールの方を確認しに行きますと。で、メールね、中ほどに、Your code is なんとかかんとかって長いね、アルファベットの文字が並んでますので、この Your code is の後ろからですね、コピーして、こちらのね、先ほどのウェブサイトのここにコードを入力してくださいっていうところに貼り付けますと。はい。ね、ここですね。ここからここまでをコピーして、で、こちらに貼り付けますと。で、貼り付けたら、ロボットでない
ことの確認チェックしていただいて、はい、このその下に送信というボタンありますので送信してください。はい、で送信うまくいくと、ね、ポップアップ出ますので分かったって押していただいて、でそのままだと、ね、画面切り替わらないので一回、ね、画面を更新してください。で画面更新するとここが、ね、送信ってなってたところが、メールアドレス確認済みというふうになりますので、これね、この画面になっていればメール確認が無事完了していると、はい、いうことになります。はい、でですね、前回ですねクリーミーゲームとアイドルバンク、ね、メールアドレス登録するだけですよっていうふうに、この動画の中で解説してるんですけども、同じようにねメール認証しないといけないということだったので、ちょっとねこの動画の一番最後後半でねメール認証のやり方解説詳しく解説しますけれども、まあ、やり方は基本的に同じなので、あの設定から、ねメール確認というところに、はい、行ってみてください。まあ、詳しくはねこの動画の後半で解説します。はい、じゃあねスウェルディートの遊び方稼ぎ方なんですけれども、こちらもね画面見ながら詳しく解説していきます。それではスウェルディートの遊び方稼ぎ方ね解説していきたいと思いますけど、まずはブラウザーのね翻訳機能を使って日本語表示してますと、はい、でこの一番トップがダッシュボードですね。でここでまず毎日やることは24時間に1回、これですね今生産中停止になってますので生産を開始するということでこちらをクリックしますと、はい、そうするとね、生産開始しましたと。でまた24時間後にオフになるので、はい、24時間経ったらまたワンタップしてくださいと。はい、分かったということで、はい、ね、さっき赤だったのが緑になりましたね。はい、で24時間ごとにこの 14.4 コインを、ね、マイニングするみたいな感じですかね。はい、であとはですねプロパティルームは、はいね、お金が貯まったらどん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 ねアップグレードしていってくださいっていうことですね。はい、で、コインを買う、こちらは課金するときですね。私は課金推奨しませんけれどもね、もしあのやってて面白いなと思ったら、はい、そこは皆さんにお任せしますと。はい、で無料コインを獲得で、こちらがですね、あ、先にあれですね、毎日のご褒美いきましょうか。毎日のご褒美、こちらも24時間1回タップするのと一緒に合わせてね褒美をもらってください。毎日10コインがもらえますということで、この請求というところを押してください。はい、おめでとうコインが追加されました、明日また来て別の無料ボーナスを手に入れましょうと、ね、いうことです。はい、じゃあですね毎日のご褒美もらいましたので、ね、それ以外の方法ですね、まあ、あの毎日やることとしては24時間に1回、ね、このダッシュボードのところから生産を開始するっていうのと、あとは毎日のご褒美もらうと、はい、これは毎日やりましょう。で、時間のある人、もっと稼ぎたいよという人は、この無料コインを獲得というところですね。で、ここにね、まずこの、今5つね、ありますというのと、あと、ここにまたタブで分かれてますと。で、一番今上からですかね、オファーオクというところに今、ね、なってますけれども、このオファーオフの中で、プレイというところですね、こちらにゲームがあるんですよ。でこのゲームプレイナウっていうところを押していただくと、はい、サイトが切り替わってこういうね、まあ、いろんなゲームがありますというページに飛びます。でここで、まあ、何でもいいんですけども、このねパズル、この図にしてみますか。こちらをクリックして、はい、広告はクローズして、はい、これも広告ですかね。これどうやって、ん、あ、ここでいいのか。エスケープフロムズプレイゲームってありますので、ここを押してください。はい、そうするとこんな感じで今読み込んでますかね。はい、でここですね、ここに砂時計あるのね、これが、プレイアットリースト1ミニッツ&ザボタンクレイムコインズウィルビーイネイブルドとなるので、はい、まずね、プレイして遊んでくださいと。はい、これは広告なんですかね。スキップアド。はい。はい。で、1分待つと多分ね、この砂時計が、
なんかのボタンに変わるなはずなんですよ。はい。これは何？わかんないですね。何をどうすればいいんだ、このゲームは。全然わかんないです。お、パズルか。パズルゲームですかね、これ。はい。パズルゲームですね。なんかめんどくさいゲームをやっちゃいましたけど。はい。で、さっきのね、砂時計が今、クレームコインってなりましたね。ゲームをやって1分経ったので、このボタンが出てきましたと。で、これを押すと、ね、私はロボットではありませんというところ、はい。クリックして、はい。そうしますとね、グレート、You have obtained 5 coins ということで、これでコインがゲットできましたと。じゃあね、前のページに戻っていただいて、はい。で、こんな感じで、まあ、ゲームね、すると、もらえますよと、はい、いうものになります。あとはですね、このタブを切り替えていくと、まあ、タスクですね。はい、そうですね、エリア51ソーシャルっていう、なんかゲームかなんかなんですかね。まあこういうタスクをこなしていけば、またね、これ結構ポイント高いですね。100ポイントとか500ポイント50ポイントとか、はい、ありますし、あとオファーっていうのは多分スマホのアプリをダウンロードしたりとか、まあそんな感じになるのかなと。ダウンロードしてゲームすると、ね、これだけ1万1600コインとかもらえたりしますと。で、ショートリンクはですね、結構これもコツがいるんですけれども、はい。例えばこちらですね、クリックして、はい。で、どんどんね、リンクを進めていくんですよ。はい。Please wait。ね。まずはこの、ロボットではありませんをクリックして、はい。で、バリデートというところを押しますと。そうするとまた次のリンクが出てきますので、はい。まずはロボットでないところを確認して、ボート、どれですかね？これか。これも違うな。あとどれだ？これか？はい。で、下の方に行くと、クリックヒアトゥコンティニューってありますので、こちらをクリックしますと。はい。こんな感じで、クリックヒアトゥコンティニューみたいなのをどんどん探して、はい。で、今、サイトが飛ばされたので、はい。またね、一個前のタブに戻って、はい。で、こちらで今、カウントダウンしてますね。はい。カウントダウン終わったので、下の方ですね。間違ってこのダウンロードとか押さないでくださいね。余計なものをダウンロードしちゃうので、はい。で、下の方に、はい、ゲットリンクってありますので、はい。で、また飛ばされましたので、戻って、はい。で、広告を消して、で、もう一回かな？もう一回ゲットリンク、はい。あ、これで、はい、コンプリートって出ましたね。はい。こんな感じで、ショートリンクっていろんな、こう、リンクが隠れてるっていうか、ちょっと見つけにくいやつをどんどんクリックしていって、で、最終的にこのね、ゴールにたどり着けると、はい、このコインがもらえますというゲームになります。結構だから暇じゃないとね、難しいかなと思います。はい。あとはこちらはビジットウェブサイトなので、ウェブに、はい、行くとコインがもらえるということで、何秒くらいですかね？秒数、あ、20秒って書いてありますね。もうちょっと短いのにしましょうか。はい。この辺10秒ね、訪問すると 1.25 コインということで、この辺はね、安全で結構やりやすいかなと思います。はい。で、今この、はい、メーターが動いてますけれども、10秒経つとポイントがもらえますというものになります。はい。で、一応ね、ロボットでないことの確認ということで、他の絵と違うやつどれですかということですね。はい。で、選んで、はい。で、これでまた戻れば、これですね。今、ポイントがつきましたと。はい。こんな感じでポイントを貯めていく感じですかね。アドベンチャーなんですかね、これ。アドベンチャーは、よくわかんないですね。広告に行くだけですかね。あ、でも、オファーロックっていうところに行くんで、はい。ここは、まあ、広告みたいな、自社サイトみたいな感じですね。オファーロックの。はい。で、こんな感じで、今、オファーオックというところをやったんですけども、オファー4オールですかね。オファー4オールっていうところを今切り替えました。そうすると、これまずは OK を押せばいいのかな。はい。これは、ちょっと。
PTCR とサーベイとビデオということで、ビデオは多分ビデオを見ればなんですけど、日本もしかして対応してないかもしれないので、そうですね、はい、 PTC にしますか。 PTC はね、多分あのペイトゥークリックということで、そうですね、これクリックすれば、10コインもらえますよと。はい、ちょっと長いので、この辺のね、ファイナルオートクレームの広告を見ましょうか。これ2コインなので、多分時間短いと思うので。はい、で、広告が流れますと、はい、で、ね、このメーターが右端までに行ったら、視聴完了ということですね。はい、そうしましたら、クリックザアップサイドダウンピクチャーということで、ね、上下逆になっている写真を選んでくださいということで、このマリオがね、逆さまになっているので、これをクリックしますと。はいはいはい、そうしましたら今サンキューウォッチングって出て、はい、今ねグレーアウトしたので、こんな感じでポイントがつきますと、はい、いうことですね。はい、じゃあ次はオファートロというところですね。これも、そうですね、この辺はアプリですね。アプリをダウンロードしたら何ポイントとかで、ダウンロードしてこのね、レベル23、14日以内にレベル23まで到達すれば3万2500ポイントもらえますということですかね。はい、でモバイルアップと、はい、あとデスクトップで、サーベイはアンケートですね。はい、でマイコインズは何ですかね。はい、ここは特にないですかね。はい、オファートローは多分、あ、はい、あの多分他のアプリとかでもよく見かけるね、ポイ活サイトですね。はい。で、次がウォンド。ウォンドはというと、これはオファーばっかりですかね。はい。そうですね。これもなんかアプリとかウェブサイト行って登録したりとか、そういったオファーですね。オファー系ばっかりですね、こちらは。あ、いろいろあるんですね。サーベイと、はい。サーベイだったらアンケートですね。で、ルーターズ。ルーターズは何ですかね。ルーター、リクルーターみたいな感じですかね。これもなんかアンケートとかそんな感じですかね。はい。で、モバイルアップということで、こちらはね、ダウンロードしたり、あとある程度のレベルに行ったらポイントがつきますよというものになります。はい。で、最後、ビットウォールですね。はい、でオファーがあって、サーベイがあって、ビジットウェブサイト、これがやっぱりポイント稼ぎやすいですかね。はい、でそうですね、まあちょっとポイント低いので、ポイント低いっていうことは時間が短い。はい、ただ時間あたりのポイントで言うと、そうですね、さっきのオファーフォーオールとかの方がポイントは高かったですかね。 0.5 しかもらえないので、8秒見ても 0.5 しかもらえないので、さっきはね2ポイントとか2コインとか10コインもらえたので、はい、でショートリンクはね、先ほどオファー奥のところでやったと思いますけれども、はい、あ、でもショートリンクが、そうですね、今読み込んでますけれども、はい、やり方はさっきのオファー奥でやったと同じような感じで、どんどんねリンク先を見つけて押していくっていうものになります。でビデオ、これが結構ね、アメリカじゃないとポイントがつかないよみたいな、そうですね、出てこないですね。はい、なのでウォッチビデオはできないかなということで、でアドバタイズはちょっとこれは広告だから違いますね。はい、という感じで、そうですね、やってみた感じだと、やっぱりオファーウォールの、さっきのオファーフォーオールですね、オファーフォーオールの PTC アズがポイント高いので、まあ、やるならこれおすすめかなと思います。あとはオファー奥の方ですね。オファー奥の、ビジットウェブサイト。はい。この2つが、あの、稼ぎやすい。ポイントもそこそこで、ね、稼ぎやすいんじゃないかと思いますので、まあね、あの、お時間あれば全部やってもいいですし、本当に急いでるときは、ね、毎日のこの、生産の開始と、あと毎日のご褒美だけっていう感じで使い分けていただければいいんじゃないかと思います。はい、そしてスエルディートのね、トラストパイロットの評価ですけど、結構低いですということで、まあね、やっぱり1年以上続いてるということで、レビュー件数も126ということで、まあ結構レビュー件数溜まってきて、それなりに信頼度の高い数字なんじゃないかと。で、まあ 2.1 だとちょっとね、怪しいかなと思います。はい、ね、ただですね、まあ
ね、詐欺とか出金できないとかあるんですけど、逆に出金できたとか、まあ、桜かもしれないんですけれども、ね、ポツポツとあるんですよ、詐欺なしとか、はい、なのでちょっとね、うん、絶対できるとは言わないですけれども、結構なんかできたとか書いてある、ね、コメントが多いので、ちょっと私はね、まあ、あの検証するという目的でまずはやってみますと。なので必ず出勤できるかって言われるとちょっとね、あの今はわからないので、もしね、あの出勤できないんだったらやってもしょうがないやっていう方は、はい、あの無理してやる必要はないので、まあね、あのクリーミーゲームとアイドルバンクと、まあ一緒についでにやればいいやっていう感じで、まあお試しでね、検証、一緒に検証してみたいという方はぜひ、はい、やっていただければと思います。はい、ということでね、スエルディートのまとめ攻略のコツですけれども、まあ、1日1回ね、ワンタップしてくださいと。で、4セットペイで出勤可能ですと。はい。で、ね、クリーミーゲームと同じように24時間経過がわからないので、まあ、アラームとかタイマーとか使って、はい、24時間に1回やってくださいと。はい。で、こちらもね、クリーミーゲーム、アイドルバンクと一緒で、まあ、大手のポイ活サイトと提携しているので、まあ、詐欺じゃないとはね、まあ、詐欺ではないのは多分、はい、あのお金入れなければ問題ないので、ただ出金できないっていうのはね、結構あるかもしれないので、 あくまでもね、検証目的でやってくださいと。それとね、一応1年以上続いているということは、まあそれなりにやっぱり人気があるっていうか、ちゃんとね、出金できている人もいるから続いているんじゃないかということで、私はね、ここに期待してちょっとやってみますと、はい、いうことで、まあね、あと前回ね、紹介したクリーミーゲームアイドルバンクと、まあ似たような感じなので、まあ、この辺と合わせてね、1日24時間だったらね、3つのサイトをポツポツポツと、はい、やっていただくのがいいんじゃないかと思います。またね、出勤できるようになったら出勤動画は、はい、別に撮りたいと思います。はい、ということでね、自動的にお金を稼ぐということで、まあそうですね、1日1回こうね、スイッチを押すだけでコインがどんどん増えていくということで、まあ、ある意味不労所得、まあ、不労所得までいかないですけどね、そんなに労力を使わずに稼げるんじゃないかと思いますけれども、やっぱりね、気になるのは出勤だと思いますので、はい、出勤についてはね、できた時には、まあ、できなかった時も、はい、ちゃんとね、動画を撮りたいと思います。はい、ここからはですね、前回検証したクリーミーゲームですね、これメール確認が必要だったということが分かりましたので、そのやり方をね、解説していきたいと思います。はい、まずはね、クリーミーゲームの方から解説していきます。はい、まずね、メニューボタンを押していただいて、メニューから設定ですね、下から2番目の設定を押してください。はい、そうしましたらこういった画面になりますので、下の方にスクロールしていってください。はい、そうするとね、出金方法を設定する E メールを確認しますと出てますので、ね、まだ確認されてない場合はこういう画面になると思いますので、ここにメールを送るというボタンありますので、こちらをタップしてください。はい。そうしますとね、メールを送りましたって出ますので、分かったと押していただいて、で、メールの方を確認しますと。で、迷惑メールホルダーにね、行ってる場合もあるということなので、ね、迷惑メールホルダーも合わせて確認してください。はい、そうしましたらここにね、Your Code is の後ろですね、長いアルファベットね、並んでますので、こちらをコピペしますと。はい、でコピーして、この先ほどのこのね、 E メールを確認しますというところのこちらですね、こちらに、ペーストして、でロボットでないことの確認をして、送信と押してください。はい、そうしましたらね、おめでとう、メールが確認されましたということでポップアップ出ますので、分かったと押していただければ、はい、設定は完了となりますと。はい、でクリーミーゲームについてはね、前回動画撮ってますので、こちらをね、参照しながら、はい、登録していただければと思います。で登録して、で今ね、解説したメール確認のやり方合わせてね、やっておいてください。はい、そしてアイドルバンクの方もね、メール確認必要ですと。はい、でアイドルバンク開いていただいて、上にね、メニューボタンありますので、こちらタップして、でこの設定というところをタップしますと。はい、そうしましたらね、こんな画面になりますので、ここにね、 E メール確認しますか、送信ってありますので、送信ボタンを押してください。はい、そうしましたらね、メールアドレス後に送りましたと出ますので、でメールの方確認すると、こちらの方はですね、コードをコピペするっていうのではなくて、ここにもうね、
認証のリンク URL がありますので、こちらを直接ね、クリックしてください。タップしてください。はい。そうしましたらね、ブラウザね、アプリで開くということで、まあ、Chrome もしくは Brave で開いていただいて、はい。ね、そうしますと、アカウントを確認とね、メールが正常に確認されましたということで、で、画面の方ね、戻っていただいて更新すると、ここがね、メール確認、はいとなっていれば、メール確認完了ということで、はい。これでね、メール確認できましたということになります。はい、アイドルバンクについてもね、前回動画作ってますので、こちらね、画面スクリーンショットを撮っていただいて、この QR コード読んでいただいて、この動画見ながら登録していただければと思いますね。登録した後はね、先ほど解説したメール確認まで忘れずにやっておいていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。1日1回、アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なく、ウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。自動的にお金を稼ぐウェブマイニングアプリアイドルバンクです。1日1回ワンタップで実際のお金と交換可能なコインを生成する仮想銀行を開くことができます。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすれば、さらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。コアマイニング。日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。ビットウォーク。毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブツーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、ビットコイン価格を予想して稼ぐ、ガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。ゲームをすることでお金が稼げるアプリ、マネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であれば、ついでに稼げると思います。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。アルコイン。移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえるウォークトゥーアンアプリステッパーです。他のウォークトゥーアンアプリに比べて広告が少ないので、ポイント回収しやすいおすすめのアプリです。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。
メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリトリマです。位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。無料でビットトレントがもらえるフォーセットサイトです。フリービットコイン .io の19番目の姉妹サイトになります。19個のフォーセットサイトを20秒で攻略する方法も紹介しています。
トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレットフォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。フォーセットクリプト .com、 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Zcash、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリ、ポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。
18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。